スポーアのぬいぐるみめっちゃ欲しい、リュウです。さあ本日なんですけれども、皆さん KC カップお疲れ様でございました。まだちょっとランキング集計中なんでね、まだどうなってるか分かんないですけども、まあ走られた方も走られてない方もお疲れ様でした。私今回はですね、ちょっと最終日だけちょっと時間が あったので、メンバーと一緒にね、ディスコードでボイチャーつなぎながら、なんかああだこうだ言いながらやってたんですよ。 KC カップセカンドステージ、まあ、60、70戦くらいかな多分で、そこで KC セカンド一応やりまして、で自分で作ったこのね、最強であると信じていた芽吹くブラマジをね、使って KC カップ戦ってきた時の、まあ、ハイライトっていうか様子というかを今回は KC セカンド奮闘記という形で配信、まあ、動画にしていきたいなというふうに思っております。めっちゃ強いと思ったんだよ、このデッキ。正直俺ランク戦で10連勝とかして、このデッキ最強だと思って、これいったら KC 勝てんじゃないと思って、最終日のほんと終わる 2,3 時間ぐらい前からやりだしたんですけど、どんぐらいいけんのかと思って、そうでもなかったわそうでもなかったわ。やっぱセカンドステージ猛者多すぎるわ。いつもね、マックスで走ると本当心病んじゃうんで、KC カップって結構みんなね、僕もそっちのタイプなんで、楽しみたくて、今回は一応なんかこのデッキやったら楽しみんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、普通にね辛いわ。やっぱ KC カップって本当に最後まで走られる方尊敬しております、私は心より。はい、というわけで早速ね、KC セカンド奮闘記ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、なかなかね順調にポイントを持ってきております。まあ言うて勝率はそのターンがねえけど、なるほど、これはまあスポアムーブでしょうね。スポア召喚ダークバージャーの効果発動。今だいたい1万2、3000ぐらいかな、言うてもうねちょっとなんだろう、時間はないですけど、最終日なんで、今最終日しか KC セカンドちょっとやれなかったんですよね、いろいろ忙しくて。なんですけども、一応ね自分が作ったお気に入りのデッキでね、 KC セカンドを走るチャレンジっていうのね、今現状やっておりまして、そちらのまあ試みとして今ね、芽吹くブラマジをぶん回しております。芽吹くブラマジで とりあえず1万ぐらいは超えましたが、1万のを超えてからなんか勝率が落ちてきまして、結構1万くらいからみんな意外と強いっていう。とりあえずフォーチュンレディエヴァリー出してっから、これちなみにこの盤面がブラックマジシャンなんで、うちのデッキ、まあ、さっきさゼンマイマジシャンとゼンマイティいたでしょ、 黒いのと隣にブラックマジシャンがい、ゼンマイマジシャンがいたんで、あれがブラックマジシャン盤面です。さあ、何を言ってるか分かんない方すいません、僕も何を言ってるのかさっぱり分かりません。パレードリア OK です。パレードリアで発動に、発動時効果処理でメドゥーサ持ってる OK で、それは強いで、メドゥーサのセレンにチェーンして毒球を打てば結構強いっていう話をうちのおばあちゃんが言ってたんで、はい、なるほど。セレンつけられるのめんどくさいか、つけられてチェーン、まあそれはそれでめんどくさいんだよな。これ普通にもう墓地遅らせない方がいいんじゃね、これもうここ打っちゃおうか、これ打っちゃえばなんかいけそうで、これは召喚金使ったから、なんかあれだっけ、バジリウスだっけ、バジリスクみたいな、なんかアズガバンの囚人みたいなやつが出てくる前にやっちゃえばいいと俺は思う。 OK でターン終了、マジシャンズナビゲート発動で、ブラックマジシャンを特殊召喚して、でハイクでいっか、ハイク強そうだな、ハイクでペイ、はい、これこの盤面強くないこの盤面めっちゃ強いのでは。でエヴァリーの効果は別に関係ない、でナビゲートあるんで一回魔法トラップ止めれます状態に入っている、はい、バトルフェイス入ろう。そのクセカードは何でしょうかっていう話、結構これ強いけどね、この盤面狡猾、なるほど、狡猾は止めざるを得ないな、狡猾は止めざるを得ない、そのなんかもう一枚のクセカードなんか分断みたいな、そういうのだけやめて、はい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 、でも途絶とかだと思うんだよね多分、時間ってこれ止めますよ、狡猾止めますよからのビリ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 からのバトルフェイズはよし、ナイス理不尽すぎる、なんだこのデッキ、お強すぎるだこのデッキ、この動きしてるけどね結構負けっからねこのデッキね。これで何ポイントですか、何ポイント今
ポイントが、ポイントが、ポイントが、お、1万4000ポイント、OKOKOK、いいよ、いいよ。さあ、おっと、秋対決来た。ほんとね、イザヨイ秋リンクスって言われてるんで、ね、今、現状、レベルコピーもレベル上昇も、あの、芽吹くも、なんか、ドローセンス、闇も全部あるので、イザヨイ秋リンクスと、リンクスは言われているらしいです。これは強いな。これはでも、ジンナビできるんだったら、ジンナビムーブした方がいいよな。結局ね、ブラマジャンってこと、先行ジンナビしときゃ勝てるゲームなんでね。なんで、イージーウィンを狙っていきましょう。イリュージョンマジックして、で、これでイリュージョンマジック使っといて、これ使うか否か問題も結構あるんですけどね。使うか否か問題も結構あるんですけど、まあ、とりあえずこれでこうしといて、で、コズミックサイクルのないことを祈りましょう。で、エンド。まあ、あってもいいや、別に。出すから。あってもいいっていう話を。で、ドローフェーズ、スタンバイフェーズ、コズミックない、オッケー。コズミックなし、オッケーです。セット。セット。はい。召喚。なるほど。モノノベ召喚。で、チューナー出てきても、ここで飛ばした方がいいのでは。ブラックマジシャンで来てさ、ここで飛ばした方がいいんだよ、多分。これで、ブラックマジシャンでチューナー飛ばしちゃっていいや。これで、だってここで語りとかあったらあれだもんな。まあ、いいや。で、こうして、カイク強そうだな。カイク出しよっか。知らぬにはカイク。知らぬにはカイクってなんかおばあちゃんが言っていた気がする。これだって1500で突破できないでしょ。1500で突破できない。墓地が除外できない。いやでも除外するから別に関係ねえか。次のターンで殺せるから、関係ねえわ。これ、スポーはあるし、スクラップドラゴン出せるようにこうしとこう。これでいいや。で、魔導陣行こうか。で、ここで、あ、でも清掃とかあったらやばいか。でも清掃あ、清掃とかあったらやばいか。清掃とかあったらやばい。で、ブラックマジシャンリリースしといて。いや、でもか、多分ね、これね、あ、大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫だ。オッケー。危ねえ。プレイングがばいけど。で、マジシャンブラックマジシャン効果としない。で、これで魔法を持ってこれる。魔法トラップ一回止めれる。あ、強すぎ問題発生した。強すぎ問題が発生していく。黒の魔導陣を発動していく。さあ、魔導陣の効果によって、デッキトップ3枚見て何の成果も得られるわ。魔導陣で魔導陣を加えるっていう最弱ムーブをしていく。最弱ムーブしていく。で、こうして、で、これでイリュージョン効果。まあ、これは後ろっすよね。さすがに。これさすがに後ろ。で、魔導陣効果使って、後ろ除外して、で、これ除外できたらもう勝ちか。さあどうする、ドキュー、あ、なるほど、ドキューでどっち、前しかねえか、でも前しかない、前しかないんか相手。ただロットで、ロットで、あ、そっち、マジそっちはもうほんとドスルーですよ。それはもうこうするでしょ。でロットで強いわ、やっぱ先行陣の、そこなし OK です。対戦が出てました。いや、知らないがね、ちょっと多くなってきたから、なんか1万超えて、ちょっとブラックマジシャン強いのかもしれない。さあ、カードを一応セットして、バトルフェイズ、フリーボールあるんですか、よし、知らぬいリンクスに終始を打て、知らいつまでいいんだよ、この知らぬいとかいうカード。これ何ポイントですか、結構ね、負けがね、混んできましたんで、今現状で、1万、また1万4000。最強デッキと信じていた芽吹くブラマジ、なかなか勝てんくなってきたぞ。さあ、お相手の方、ヨハン・アンデルセン選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル。いやー、ハンドはなかなか強いが、先行が欲しかったといったところ、いやー、これ先行欲しかった、めちゃくちゃ先行欲しかったんだけど、これチューナー飛ばしたらよかったやん。くっそ、最悪や。先行やったら勝ったのに。なるほど、OK。オーケー。いやー、今んところ理想ムーブをされているといったところ。で、クリストロンとかね、めっちゃ強いんだよね。これ、芽吹いてる場合かみたいなとこあるんだけど、スモーガー OK。スモーガーでクリストロンインパクト。いや、強えな、おい。強えな。で、ローズネクスを破壊して、で、一人出てくる。オーケー。で、カード1セット OK。モンスター出ないんでね、グリガンがそんなに簡単に飛んでこないから、まあ、で、あれインパクトでしょ、あれインパクトやから、グリガン飛んできたら意味ないから、エヴァリー出しようね。なんで、
グリガン飛んできてもいいようにしときましょうか、一応ね。ね、エバリーさんがね、あのグリガンとか飛んできてる場合はなんかそのインガ、あ、インガっていうか、まあ、毒球とかがあるとかなりいい感じなんだけど。で、これ陣ナビムーブシンプルにするしかないのでは。スポーを出してエバリー出しに行っても結局グリガン飛んできて全部バーンってぶっ殺されたらマジでやばいこと起きるから。ただ一気にグリガン出させてナビゲートするっていう説もあるのか。どっちがいいんだろうな。まあでも普通に陣ナビか。これ難しいですね。グリガンを一回出させるっていう説もあるんですよ。全然出させてで相手の、あ、でもインパクトあんのか、ナビゲート通んねえのか。インパクトあるとナビゲート通んねえ。なるほど、これむずいね。まあ、でも普通にロットか。じゃあロット召喚、ロットでタイミングを逃させるっていう、そういう話ね。ナビゲートナビゲートかな。ナビゲートナビゲート、ブラックマッシャー2枚あるかな。ナビゲートナビゲートしよっか。ナビゲートナビゲートで2段構えみたいな パターン強いんじゃねこれ。でナビゲートナビゲートセットしといて、で相手インパクトなんでセットカードがなんで、とりあえずこれぶん殴ったら多分あれ出てくるんですよ。アメちゃん一人 OK で、4で、あ、4か、 4の方か。え、6、あー、そっちか。はいはい。で、インゼクトロンパワーズ OK。で、パワーズ OK です。で、こっちだけ殴っといていいか。スクラップリサイクラーは殴っといていい。はい。で、あれはインパクト。あれはインパクトね。で、インパクト持ってくる OK。で、対象取るの OK。多分ね、ナビゲートのタイミングが、を間違えなければ、多分ね、いけるんですよね。クリストロンインパクトって、なんか時できるパターンなんで、その対象だった時無効にするみたいな感じなんで、マジシャンズナビゲートの効果を挟むことによって、あれよ、キャバロリーを陣ナビするときと同じ理論で多分いけると思うんですよね。結構熱い試合になってきたぞ。さあどうする。さあ33でこれコーラルもいけるんだな。つまりコーラルドラゴンは、コーラルはクリストロンじゃないから、ナビゲートしてもいいかもしれない。はい、いいです。でコーラルはいいです。コーラル OK です。でコーラルはさすがに陣破壊されると本当こっち何もできないんで、とりあえずこうして、でこうして、カイク強そうだね。カイク強そう。カイクでサーチさせない問題で、これでここ、はい OK です。でこれは結構多分強いと思う。墓地にいる、シストバーンは無理で、サルパフナーは OK で、サルパフナーの効果で自身を割って中断してくる OK。 なるほど、そのムーブはできると。いや、カイクがな、墓所封印効果まで持ってればな強かったんですけど、墓地除外できないだけでね、なんだかんだそういうことはできるんですよね。はい、プラシレット OK です。で、これでカイクぶん殴られるってやつか。なるほど、はい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 、 OK です。カイクぶん殴られる、絆の力、はい、はい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 、でぶん殴られる OK。 なるほど、いやー結構いい試合だね。なんかめっちゃいい試合してるわ。いや強い、ちょっと強いぞ、ちょっと強い。さあここで考えるのは、アメちゃんが出てくるから、チャンアメ出てきたらバトルができない。チャンアメ出てきたらバトルはできないか。なるほど、チャンが向いてきたらバトルはできないし、対象に取る効果が無効になる。インガ切断とナビゲートを2枚重ねすればいけると思うんだけど、スポーアでスクラップ出しても意味ないで、4でハストーウ出してもあんまり意味ないな。いやーこれセットしてぶん殴りにいるしかないか。セットしてぶん殴り、セットしてぶん殴りっぽいけどなこれ。アメトリクス出てくるのはしょうがないか。アメトリクス出てくるのはしょうがないもんな。これは、ナビゲートでタイミング逃させながら、因果切断でもう一体処理していくっていう感じか。だから、多分、ロットは処理した方がいいね。自分の場にロットがいるとナビゲート打てないんで、でしかも墓地で行ってほしいんですよね。そうだね、クリストロンだけだから、2500のやつは対象取れるから、バトルフェーズ入ってロッ
ットでぶん殴って出さして、ロット墓地送っといて、いやこれ時間ねえな、やばいな、これ32秒大丈夫これ。まあ、それはいいわ、アメトリックスはいい、アメちゃんはいい、そこはいい、はい、でアメちゃんはいい、ちゃんはいいわ、それはいい。でアメちゃん効果横にするけど、これだからぶん殴っといた方がいいんでしょ、つまりこれだから自分からトップはさらにいって、やばいなこれ、時間ねえな、時間ない、ちょマジで時間ない。クリストロンとの戦いすげえ熱いけど時間ない、やばい、 KC カップだ、これが KC カップ。だからここでナビゲート打つじゃん、ナビゲート打つんですよ、ナビゲート打つんですよ。でブラックマジシャンを特殊召喚して、でイリュージョン出しといて、でジン効果にロット効果挟んどいて、こうですよね、だからこうしといて、はい、で出てきたやつをインが切断すればいける、オッケー、頑張れ、ちょお前うるさい、ちょやばいやばい、時間ない時間ない、あと何秒だ、あと何秒だ、あと本当5秒とかそういうレベルか。だから次の出てきたやつをインが切断すればいいんでしょ、つまりちょっとマジで耐えろマジでガチで耐えろ、ちょガチで耐えろ。2500だ、次魔法カード持ってこれっからよ俺ロットで。だからもう一体除外は飛ばせんのよ、多分あのイリュージョン効果でブラックマジシャンを特殊召喚して、だ多分いけんのよ。でサレバブナオッケーで、はいはいオッケーオッケーオッケー、で特殊召喚して破壊するチューナーしてくれ。いやチューナーもそんないないでしょ言うて。あーローズニックスね、オッケーで、ローズニックスオッケーで、今対象取ってもあの無効にされるだけなんで今意味なくて、で2、はいはいはいオッケーです、2オッケーで6か、また6シンクロか8シンクロ入ってれば、6シンクロ飛んできてもそんな変わんねえけどな、6シンクロ8シンクロ、いやこれいけると思うけどな、いやこれさっきのターン考えすぎた、ブルーなくやばい、飛ばせ、時間やばいぞ時間やばいぞ、うるせえお前だ、黙れイリュージョン、イリュージョンマジ黙れよ、ざけんねん、でも今イリュージョン出してたら勝ってたのか、ブラックマジシャン出してたら。